あ、今この選手ここにいるんだみたいなパターンあるよね。で、話見れば、ザフトボールでーす。あ、ロケメソここいんだみたいなね。あ、ボアテングここなんだみたいな。ね、あの、一回ね、ビッグクラブ行って、その後どこ行ったか追ってなくて、好きなチームと対戦する時に、なんか、向こうにボアテングいたとかね、ロケメサいたみたいな、ラスパルマスの時見てたなとか、ミランの時見てたなみたいな、そういうパターンありますよね。というわけで始まりました。トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、ちょっとワクワクする話題、噂の上がる移籍先で見たいスター選手ベスト11ということで、まあ、サッカーニュース生配信とかやらせていただいてますと、まあ、チャット欄にね、あの選手ここ行くんですかとかですね、この選手の移籍についてどう思いますかとかね、聞いていただけるんで、それをですね、まあ一つね、こう動画にまとめたらですね、これをね、聞いた上で、より一層ね、ちょっと深い会話できたりですとか、またね、ちょっと移籍最近終えてないよっていう人にもですね、ちょっと届くかなっていうふうに思いまして、こういった動画を選ばせていただきました。というわけで、まずはですね、僕が選んだ、ベスト11、11人と、そしてですね、ポジションごとにですね、ここに上げきれなかった選手も話していきたいと思います。というわけで、まずベスト11、ゴールキーパーと、そしてディフェンスラインからいきましょう。こんな感じです。はい、どんなまあ、そして、右サイドバックからムニエ、センターバック2枚ウンティティとトミアスで、左サイドバックアラバというわけで、はい、まずですね、どんな運馬に関しましては英語を勉強中っていう話がありまして、ミランとの契約がですね、夏にはもう残り1シーズンになりますので、なんで出ていくんじゃないかと。ただどんな運馬自体も、ミラン愛ありますしね、前にね、あの移籍をですね、まあ、しそうになった時にね、あのドル札のですね、まあ紙のおもちゃをですね、まあ投げつけられて涙するみたいな、まあそういったことがありましてね、ドラルンマだったから、なんかその時揶揄されてみたいなことがありまして、その中でですね、ドンナルンマの、まあ第二ライオラですね、まあ悪名高いとか金のおもちゃとか言われますけど、このライオラ自体もですね、やっぱり代理人ですからね、選手の代理ですから、給料を上げていい条件を引き出しつつ、それが引き出せないんだったら、いい方のチームにですね、自分の選手をまあ売り渡すって言いますか、その選手とね、まあ代理人ですから、選手の意向を組んで一番ね、こういい人生の選択をするって感じだと思いますんで、ドンナルンマにですね、まあ高い年俸を出してきて、ね、接近を払ってくれるクラブがいるんだったら、そっちに行っちゃうと思うんですね。まあそんな中でユベントスはですね、シチェスニーがいますので、まあ高い年俸を出せないよと、それでもいいんならっていう、ちょっとね、あの決してドンナルンマが有利な条件ではありませんし、さすがにですね、ライバルのまあインテルに行ってですね、あのこうふてぶてしくって言いますか、ゴールマウスを守るっていうのはですね、ドンナルンマのまあメンタルで言いますとないかなっていうふうに思いますんで、やっぱりプレミアリーグ、なんかユナイテッドはデヘアがいて、リバプールはアリソンがいて、シティもですね、足元つなげるゴールキーパーを求めている、アーセナルもね、アルテタはそういった思考だと思いますし、レノに満足しているっていう風になりますと、もしかしたらチェルシーね、ケパのシュートストップのところでですね、ちょっと不満があって、しばらくカバジェロに変わってたっていうところもありますから、チェルシーだったりですとか、エバートンなんかもですね、まあ、アンチェロッティに代わって野心的だからあるとかですね、もしかしたらレスターなんかも、こう、カスパシュマイケルからですね、こう、変わるところをですね、考えてとか、いろんなね、クラブがですね、争奪に、こう、名乗りを上げてくるかもしれませんので、まあ、そういったところで、どんなルンマがですね、新天地に行ってどういった活躍を見せるのか、やっぱりイタリアにいた方が良かったねってなるのか、さらに格を上げてね、海外で戦ってたくましい選手になるのか注目です。でですね、右サイドバックのムニエに関しましては、今のドルトムント右サイドバックっていうか右ウィングバックでですね、アクラフがいまして、まあ、一応2年レンタルだった気がするんですけど、今季活躍してるんで早く戻る可能性もあるかなと思いますして、ってなると結局買取オプションですね、ついてない選手をずっと使うっていうよりも、そういったね、ある程度経験があってですね、ウィングバックに置いた時に得点力があるっていう、そういった選手で、ムニエっていうのは、まあ合意報道あって、合意っていうのはね、あんま決まってないっていう話なんですけど、ただドルトムントにね、入った場合、ムニエサイドバックに任せると、背中守る守備がですね、ちょっとおろそかになったりですとか、裏取られやすかったりとか、ちょっとね、1対1のところで軽さが見えるシーンもあったりとかする選手なんで、不安なんですけど、ウィングバックだと上下アップダウンして、後ろね、センターバックのですね、まあ、カバーと言いますか、ね、守備の保護を受けられて、攻撃面でですね、ベルギー代表でハットトリックした試合もありましたから、うん、なんでそういったところで、ドルトムントっていうのはすごく合う感じがするんですね。なんでここに、上げさせていただきました。で、冨安に関しましては、ね、ユベントスだったりとか、ね、ラツィオとかですね、いろんなチームの噂が上がりますけれども、イタリアに関しては、ラツィオ、インテル、アタランタとか、3バックね、使いこなすチームが多いんで、そういったところでセンターバックの冨安がね、入ってったら、こう、攻撃的なセンターバックとして、ね、今のチームでですね、ボローニャで右サイドバック、やっていた経験も活かせますし、ね、守備のレベルを上げながらですね、攻撃面でも活躍できるっていう、すごいね、ディフェンスとしてのスター街道を歩める日本人選手なのかなっていうふうに思いまして、ここ入れさせていただきました。で、ウンティティに関してはですね、バルサ愛強いんですけれども、まあ、ラングレっていう強力なライバルがいますし、ウンティティが出た時よりもラングレ
それが出た時の方がですね、失点率低いっていうところがありまして、ちょっとね、クラブで絶対的な存在ではないと。で、これ、ウンティティをですね、バルサが出したいっていうだけじゃなく、ウンティティのですね、まあ、方の意向としても、年俸を上げたいっていうのもありまして、他のクラブ行くよっていうのをですね、まあ、ちらつかせた方が、ウンティティ自体も得するっていうこともあるかもしれません。その辺の駆け引きで名前が出てる可能性あるんですが、ただですね、まあ、左のね、センターバックとして、怪我さえなくて、どんどんコンディションが上がっていけばですね、こう、対人も強いですし、ビルドアップも上手いですしっていうスーパーなセンターバックですので、このウンティティに関しては今後もですね、移籍の噂が上がり続けて、アーセナルだったりシティとか、ボールを持つチームに行ったらですね、すごく面白いかなと思います。で、左サイドバックのアラバですね、アルフォンソ・デイビスっていうですね、若手の、ものすごくですね、フィジカル的に強力で、なおかつサッカー IQもどんどん伸びてるような、サイドバック出てきましたので、最近はセンターバックでの起用が主ですけれども、基本的には中盤をやりたいそうなんですね。っていう風になりますと、まあね、レアルだったり、バルサだったり、ユベントスとかシティとか、いろんな噂が上がってくるんですけれども、ね、このね、テーマに沿ったですね、移籍先で見たいスター選手ベスト11っていうところで言いますと、守備的なポジション以外で使われるアラバってどういう活躍をしてくれるんだろうなっていうところでですね、バルサとかだと、アルバがいる時には中盤やって、アルバがいない時にはサイドバックやってとか、まあいろんな使われ方あると思いますし、お金の面でアーセナルとか厳しそうですけど、個人的にはアーセナルの中盤でですね、技術が高くてフィジカルが高くてキャプテンシーもあるみたいな、ね、かつてのビエラのような存在にですね、アラバがなってくれないかなっていうのもありますんで、移籍先で見たいっていうところのテーマで言いますと、この選手を挙げさせていただきました。あとセンターバックだと、アトレチコのエルモソ。守備の時のですね、まあガツガツ感って言いますか、強度の強さだったり、ヘディングへの準備とか、そういったところでですね、今の、まあ、フェリペだったり、サビッチの方が、エルモソより、シメオネ監督に信頼されてます。ってなると、エルモソのようにですね、左利きで、こう、ビルドアップの時に逆サイドに振ったりとか、縦パスバシバシつけるみたいな、こういったセンターバックをですね、まあ、必要としているチームに行った方がエルモソは生きるなって思いますし、左で言うとマルコス・アロンソ。やっぱり3バックのチームのウィングバックで、体の強さとか、ヘディングの強さとか活かして、どんどん前に飛び込ませてあげたい、アタランタみたいな、このサッカーをやるチームいいなって思いまして、そういう点で言いますと、やっぱりね、マルコス・アロンソをチェルシー時代取ってきたのはコンテですので、夏にはですね、インテル移籍っていう可能性も、まあね、フィオレンティーナで名を挙げた選手なんで、いいのかなと思います。で、続いていきましょう。中盤3人です。ポグバ、ファンデベイク、マルク・ロカというわけで、まあ、ポグバに関しましては、ツイッターの方で挙げたようにですね、ライオラが、レアルにですね、選手連れて行きたいって言ってるんで、おそらくね、ポグバに関することだろうなっていうふうに思いますし、ポグバ自体もですね、まあ、ユナイテッドからも気持ち離れてるとか、いや、ユナイテッド残るとか、ね、その辺ね、その時期によっていろんなですね、メディアからの報道がありますけれども、今ですとブルーノ・フェルナンデスがいてですね、フレジももうね、覚醒しまして、で、マティッチとマクトミネがいるっていう中でですね、ポグバにもうね、絶対的に椅子が残されてるって感じじゃないですし、僕はワントップにポグバ使ってですね、こう、中盤に降りていきながら空中戦競り合ってっていう、まあ、そういった使い方してほしいんですが、そういったね、まあ、奇策に見える合理的な、このやり方っていうのをですね、スールシャール取るタイプじゃないですね。っていうふうになると、ね、ポグバが行く先としては、ね、レアル・マドリー、ジダンがいますし、ビジネス的にもですね、こう、引きのある、ポグバって選手を、フロレンティーノ・ペレスもですね、欲しがると思いますので、バルベルデが出てきたと言ってもですね、モドリッチが移籍する可能性あります。なんで、バルベルデ、クロース、カゼミロのところにですね、ポグバで、まあ、4人で回しつつ、復帰してくる選手とかを使ってっていうですね、レアル・マドリーの構想もですね、ちょっと、頭に浮かびます。でですね、ファンデベイクに関しましては、やっぱりね、チェルシーに欲しいピース、ワントップが開けたスペースに入っていくとかですね、こう、試合の流れの中で、守備の強度を保ちつつ、攻撃でですね、こう、人に使われる側の選手として違いを見せられる選手っていうところで、ここに入れました。で、マルク・ロカに関しましては、バエルの移籍の噂とか上がるんですけど、ヘスパニオールが監督変わりまして、4123のアンカーシステムから44にベースにしだしたんですね。っていうになると、ロカのようにですね、ちょっとロドリーとかブスケツみたいなイメージで、ディフェンスラインからパス引き出しながらですね、散らしてってボールを支配するみたいな、そういったベースのサッカーじゃなくなったんですよ、アベラード監督になって。ってなると4123のアンカーを探していて、若手のロカっていうのはですね、チームの哲学に合えば獲得に動くクラブ、多くなると思います。というになると、ロカがどこに行くのかっていうところでですね、こうステップアップをしていって、どんどんですね、そのビッグクラブで、このゲームをですね、司りながら守備の強度を見せられるか、もしくはですね、残念ですけど、バイグルみたいに、ね、パス散らすのはうまいんですけど、守備のところでですね、ちょっとね、相手の、速いカウンターとかですね、強度の高い、このね、やり合いに対して、ちょっと敗れてしまうみたいな選手なのか、ちょっと今、境目だと思いますんで、注目です。で、他のミッドフィルダーで言いますと、まあ、ウエストハムとかで言うと、まあ、ライス。ね、まあ、ライスに関してはね、守備の時に準備ができる選手ですし、そこでね、奪い取るみたいなものできますけれども、どうしてもウエストハムがやってたサッカーが、後ろからね、アバウトにボール運ん、こう、放り込んでとか、今ですとね、モイーズになって、またね、サイド攻撃どんどんやってくるようになりましたんで、
強いクラブ行ってボール支配するようになった時にライスがどのぐらいできるのかっていうところで、ちょっとその辺でホームグローン的にイングランドの選手なんで有利なんですけれども、ちょっと判断が難しいところです。あとはレスターにずっといて移籍するするって言われてるエンディディとかですね、あとワトフォードの試合見てるとね、守備の時に相手潰しながら前線にも出ていってっていうスーパーな活躍してるですね、ドゥクレとか、あとはローマのマンシーニとかですね、ディフェンスで捉えてきたんですけれども、中盤に使われて強度上げつつビルドアップの時にはダウンスリーみたいな役割もやってますんで、見るクラブによっては中盤っていうですね、まあ、獲得の仕方もありますしね、クラブによってはディフェンスラインで、ビルドアップ任せようというふうにもなると思いますので、マンシーニなんかは、こうローマにずっと残りたいみたいな気持ちがないとですね、こう持っていかれてしまうような、そういった選手かなと思います。あとはアルトゥールとかね、キケセテーンになってですね、コーチがね、アルトゥールのポジションが毎回違うみたいな感じでね、切れ倒してるみたいなね、そういったニュース出てきましたけども、すごく苦しんでいるところがありますし、キケセティエン政権が、続くんだったら、このアルトゥールっていうのはもしかしたら保守候補になるというか、自分自身がね、アルトゥールが移籍希望を出しちゃうかもしれません。あとはアワールね、リオン見てるとですね、まあテクニックのですね、高さがすごく、目立つ選手ですので、なんでダビドシルバの後継者をベルナードシルバっていう風に考えてないんだったら、マンチェスターシティの中盤とか合うと思いますし、マンチェスターシティに関しては FFP の問題で、ね、来シーズンどうなるか分かりませんので、ただアワールのですね、まあ能力考えると、怪我さえなければ本当超ビッグクラブみたいにね、言われるところでですね、十分活躍できる選手だと思います。というわけで前線3枚です。コーチーノ、ベイル、久保建英というわけで、コーチーノに関しましては、バイルンが買い取らないと、それはね、もしかしたら、ハフェルツを取るのかもしれないとか、ザネを取るためかもしれないとか、いろいろ言われてますけど、ね、コーチーニョはですね、まあ、バイルンから出たらバルサ戻ってくる。ただ、バルサに関しては、もうメッシの希望によりネイマールを、まあ、買い戻したいと。ただ、ネイマールに関しては前に、生配信で言ったように、このね、会長とお父さんのですね、裁判沙汰がありますので、この裁判沙汰を解決できるのかどうなのか、メッシの契約延長をちゃんとさせないと、現政権はですね、メッシの契約も延長させられないところ、はもうなしだっていう風に当然なりますので、メッシの希望を聞くために、このね、背に腹は変えられるということで、裁判の問題一旦置いといてネイマール取る、そのためにはお金が必要、じゃあ誰売ります、コーチーニョっていう風にね、なる可能性が高いので、コーチーニョ、デンベレー、どっちも売ってネイマールにぶっ込むってところで、じゃあコーチーニョどこに売るのか、チェルシーって話が今一番強いですけど、チェルシーに関しましては、チェルシーに関しましては、ツイエフを取りましたし、若手のウィングもいます。プリシッチとかですね、ハドソン・オドイとか、ウィリアムもまだ健在ですし、ペドロは出ていくかもしれませんが、この辺考えると、ね、チェルシーもですね、そこまで大金払って、ね、コーチーニョに行くのかっていうところで、リバプール復帰っていうのもあるのかなと。ね、リバプールに関しては、ね、シャキリが、ね、結構時間与えたんですけれども、こう大事な試合で使い切れるような選手にならなくて、ね、マネがいなくなったらどうするんだとか、レアル移籍の噂も上がっている。で、プラスサラーがいて、フィルミーノがいますけれども、縦に速い攻撃はできるんですが、コーチーノがいた頃みたいにですね、狭いスペースでコンビネーションして崩していくっていうのが、ちょっとね、当然ララーナもね、ララーナをこう、もみあげで思い出すのもあれですけど、ララーナもですね、ちょっと衰えてきて、コーチーノもいなくてナビケータも馴染んでなくてっていうところになりますので、コーチーニョは当時の輝きをね、当然覚えていて、帰れるってなったら当然飛びつくと思いますし、クロップ自体もですね、まあコーチーニョのことを、まあ、恨んでないって言いますかね、帰ってくることもですね、現実的ではないですけど歓迎すると思います。あとはコーチーニョが戻った時に絶対的なレギュラーではないことを受け入れられるか、年俸をですね、前のような額に戻せるのかとかですね、まあそういった諸々の問題が解決したら、コーチーニョアンフィールド期間、このサポーターたちが許して、コーチーニョがね、前まで以上に頑張るみたいになったら、なるストーリーがですね、僕はめっちゃ見たいなと思います。で、ベイルに関しましては、僕ね、普通に、ベイルって三国志でいう呂布宝泉みたいなね、こう理屈じゃなくねじ伏せるみたいなですね、こう格が違うアスリート能力を感じるんですね。ただレアルマドリードだと、もうモドリッチ以外友達いないっていうかね、基本ゴルフしてるみたいな、なんだったらゴルフバーを最近オープンさせたらしいんでね、それでね、ゴルファーとか揶揄されたりとかしますけれどもね、すごいね、体調管理とかできてない選手飲み行ったりとか遊び行ったりするんだらね、サッカーやりながら空いた時間でゴルフしてるってめちゃくちゃ健康的じゃないかって逆に思うんですけど、ね、まあその話置いといて、ベイルに関してはベイルを中心にできるチームに置いてあげたら、ウェールズ代表がベイルワントップとかトップ下に置いてうまくいったみたいに、ベイル中心にできるチームどこかなって考えると、ね、年俸の問題とかありましたけれども、
普通にね、モーリーノにですね、今まで貢献してきたポチェッティーノ以上の年俸を使い出したスパーズにですね、ベイルが復帰して、ね、ベイルと、このね、権威を縦関係で並べて、ね、問題児のデリアリを、放出したりとか、まあ、デリアリが残るとしたら、ベイルが戻ってきて、サイドでまたできるのか、もしかしたらね、こう、僕らが勝手に怪我してる、衰えてるって思ってるだけで、環境変わったら全然変わるってパターンもありますし、まあ、それ以外のチームでも、とにかく、ベイルを中心に置いてくれるチーム、そこに行ったらですね、あ、ベイルってやっぱりすごかったんだっていう風に絶対なると思いますんで、なんでね、ベイル株っていうのはすごい落ちてますけど、僕はベイルがですね、中心にいられるチームにですね、戻った未来っていうのを見たくてここに入れました。で、あとは右ウィングの久保建英。まあ、これに関してはですね、レアルソシエダですね、ウーデゴールがレアルマドリードに戻って、まあ、そしたらね、よりそうポグバが復帰する意味ないみたいな、復帰じゃないや、レアルに来る意味ないみたいな感じになるかもしれないんですけど、レアルのね、今のウィングの状況、ビニシウスいてアザール取ってくるとか、こっちロドリゴいてアセンシオいてバスケスいてみたいな、マリアーノも出れなくてみたいな、こうね、言い出したらこの戦力おかしいよねみたいになるじゃないですか。それを平気でやるチームなのが、まあ、レアルとかバルサとか、ね、スペインのね、お金持ちのクラブの、このね、体質ですので、ってなると、こう、ウーデゴール戻したけれども、ポグバもいるみたいな状況で、じゃあ、ウーデゴール、このね、ソシエダは持って帰っちゃったけど、誰取るかってなった時に、ラリーガでですね、こう、戦術的には合わないチームでも、このね、この力によってですね、結果をなんとか残している久保建英っていうのはですね、レアルソシエダに入って、きちんとビルドアップをですね、後ろからやってくれるチームで、なおかつウーデゴールと一緒の左利きで、右ウィングだったりトップ下のところで動き回ってですね、右インサイドハーフとかで動き回って、この前線の選手と絡んでいくみたいな、めっちゃ合うと思うんですね。で、マジョルカで、ある程度活躍する、レアルソシエダで活躍するってなったら、レアルに戻るのか、戻らないにしてもビッグクラブにですね、居続けるっていう未来見えますので、レアルソシエダ久保建英はですね、日本の未来を考えると、むちゃくちゃ見たい、このね、遺跡になります。で、それ以外で言いますと、エンバペに関してはあと1年ですね待てば残り1年の契約になりますので、かなりパリサンジェルマンがまあ不利の状況になります。ただですね、残り2年のところで強奪っていうのはないと思いますので、夏の移籍は可能性低いかなって思いますし、ベルナーに関しては移籍の可能性あるんですけれども、普通にライプツィがですねこのまま、こう若手を育てて稼いで売るクラブになるのか、普通にドイツで強いクラブになるのかって言ったら、母体の戦略だったりですね、経済的にですねそんな厳しくないところを考えると、ベルナーをですね安売りする意味がありませんし、ベルナー自体もですねライプツヒでのこのねフリーシャドウみたいなね 1.5 列目の位置から自由に動いていいみたいな役割楽しんでると思いますのでね、可能性がないわけではないんですけど、僕はライプツヒで輝くベルナーも、こう楽しんでいたいなと思って、ベスト11には入れませんでした。あとはバレンシアのロドリゴ、バレンシアなんでそこまで注目度は高くないですけれども、このねサイドに置かれた時は守備頑張って斜めに入っていって、フォワードの時にはですねライン間で違う作り出しながら自分も得点するみたいな、もっと評価上がっていい選手だと思います。あとラウタロ・マルティネスはインテルで輝いてますし、バルサに来たらグーリーズマンと同じような役割になってね、ワントップをやるみたいな感じじゃなくてね、レアルマドリードのヨビッチなんかもそうですけれども、ね、ワントップ任されるっていうより軸のフォワードの周りで守備頑張りながら自由に動くみたいな、うん、そういった選手だと思いますんで、なんでそのね移籍先で噂が上がっていますけど、バルセロナに行ってすごくですね活躍するかっていうとですね、こうポテンシャルでなんとか行きますけれどもね、このピースがガッチリハマった感じにはならないなっていうところで入れませんでした。あとはですねマリアーノはですね、サイドで守備頑張ってターゲットマンになりながら攻撃の時にベンゼマの横に行けるっていうね、得点力はちょっと下がりますけれども頑張るクリスティアーノ・ロナウドって言った方がマドリー的には分かりやすいんですかね。なんでそういった役割できると思いますし、ただそういったねさっきのスールシャールじゃないですけど、ジダンもですねそういった奇策的な使い方は、しませんので、っていう風になりますと、このね、マリアーノをですねそういう使い方をしてくれる、もしかしたらね、アレグリが次にですねユナイテッドの就任するとかユベントス戻ってくるとかあったらマリアーノ候補に上がるかもしれませんし、そんな中で守備頑張りながらターゲットマンにもなって裏にも走るってフォワードだとイカルディですよね。イカルディのユベントス復帰っていうのはですね、イグアインだと得点力あるけど運動量落ちる、マンジュキッチは頑張ってくれてたけれども、もうねこうちょっとまあ年齢的に下り坂になってったんで放出をするようになったっていうところで、このイカルディっていうのはですね、この嫁のワンダならですねこの略奪婚したってイカルディ言われてますけど、僕的にはですねマキシロペスから乗り換えたって思ってるんですが、このねワンダならっていう嫁が代理にやってて、それがねチーム内かき乱すっていうところがですね解決できれば、もしかしたらですねパリサンジェルマンから移籍するかもしれませんし、まあねそのねイタリア復帰希望してるって噂を出すことによってパリサンジェルマンに早く、このねインテルから買い取れよっていう、そういった圧力もかけてると思いますので、この辺のね夏の移籍っていうのは面白いと思います。あとはねヨビッチがですねレアルに行ってベンゼマとの併用っていうのをですね、基本にされていませんけれども、このねヨビッチが、このねハラーとやってた時みたいな感じで軸になるフォワードがいて周りで動けるチームに行ったらですね面白いなっていうふうに思いまして、もしかしたらラ
ウタロが移籍してそこにヨビッチ入るみたいな可能性もあるかなと思います。こういう風にですね、まあ移籍の噂であそこに行くんだだけじゃなくて、行った先でどういう使われ方するのかな、あの監督だとこう使うな、この監督だとこう使ってくれるなみたいな、そういった妄想までできるとですね、楽しいなというふうに思いますので、これを見た上で友達と盛り上がってくれたりですとか、生配信にですね喋りに来てくれたら嬉しいです。というわけでいかがだったでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてオンラインサロンへの入会、また3月27日のリアルイベントへのお越しもお待ちしております。リョウザウトボールでした。